こんにちは、まことがん経典の佐藤です。本日紹介するのはこちらです。ファクトリー900の FA320 のカラーが259番のものでございます。こちらですね、結構珍しいカラーなので見る人ではおっと思う方もいらっしゃるかと思います。こちらモデル自体がですね、2015年に発売のモデルですね。こちらですね、生地259というカラーっていうのは赤、そして裏面が黒というものになってくるんですけれども、こちらがですね、もうすでに販売、生産終了のカラーなんですよね。で、こちらもこのモデルが出た時に余っていたものをようやくそれを使う、余っていたものを使ってっていうものだったので、生産数自体が非常に少ないモデルとカラーになっております。赤は赤でも少し、ね、ちょっとまだらな感じの赤と、後ろも真っ黒ではないんですよね。まだらな感じの黒を使っています。この320という形自体すごく立体感のあって、ここにも空間があって、すごくかっこいいモデルではありますよね。おなじみブリッジの部分結構とんがっております。で、ファクトリー900の、特徴といえばこちらのバネチョーバーが効いていて、すごく掛け心地もいいです。いや、かっこいいですね。では掛けてみましょう。掛けてみますとやはり存在感はありますよね。こちら赤ということも、前面が赤ということもあって、なかなかね、存在感が出てくるかと思いますね。でもそうなんですよね、結構やっぱり見た目に重く感じるかと思うんですけども、かけてみたら全然かけ心地はいいので、そちらはすごく、1日かけていてもおそらくこれは問題ないかなと思います。この大きさですので、全然サングラスとしても全然使えるデザインかなと思います。ぜひご検討ください。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。当店ではメガネブランドを専門とした買い取りを行っております。ご自宅に眠っているメガネやメガネの買い替えを予定されているということがあれば、ぜひご相談ください。またレンズ交換も承っており、当店でお求めのメガネはもちろん、他社でのお求めのメガネのレンズ交換も承っております。ご不明な点などございましたらご相談ください。よろしくお願いいたします。